フロントのウィンドウのね、面積のことなんだね。こんなところに、こうやってね、これがこうつくわけです。はい。が、つけなさいよと。基準があるのね。で、さらに、これ普通はついてきてるじゃないですか、ナビ7インチ、うん、7インチは、うん、カロッツェリアの9インチは別売りです。へー、なぜかしら入ってないんです。そう、あらま、車種が限られてるんで9インチつけられる。あ、ベルファイアとかアルファードとかって9インチ設定があるから、うん、そういうのは一緒にこう、まあ、別売りは別売りでも何用とはついてるんですけど、うん、そう、ベルファイア用の9インチを買えばベルファイアとかの一緒にセットでついてくる。ハイエースはないんで買わないといけない。買わないといけない。これまた別売りで。あ、なるほどね。これ注意しないとです。あ、じゃあこれのやり方で9インチつくんじゃんって言って9インチのナビだけ頼んだとしても電源がないっていうセレクトにっていうオチがある。で、しかもこれめちゃくちゃ便利なんですよ。お、普通ってこうタコ足みたいにこうバラバラバラって出てるのが基本、うん、が、なんとこれパチパチって、はい、あ、面だけでもソケットなってる。そうなんですよ、ボルトオンみたいな。もうこれがナビ側、もうこうやってさせよう。本当だ、便利だね。そうそう、トマトがここから外したよね。ケース、ケース、こうなってるんですよ。なんもね、あー、ラジオなんじゃないけど、こうパン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 しちゃうから。これはもうこっちに刺さってるだけなんです。だからこの先いないんです。どういうこと？基本、あの面白い話、新車とかってこういうとこに刺さってるんですよ。あー、その向こうは何もないね。そうそう、なんもね。これが、まあ、そうだ、バイクも買えないから。そうだね。これがね、ここでね、これがここ来てね、うん、でね、これがね、多分ここなんですね。ここ多分出た今、多分出た今、絶対ここなんですよね、多分。はいはいはい。ここに多分住むつもりだけど、だからこっちなんだよ。これ抜けちゃうよね。うん、こんなこだわってだけじゃないから、ね、それで束なりは抜けないもんね。なんかすんげえ角度で GoPro がいるんですけど、そうそう、どうやって撮ってんの。足打ち暇だからね。なんでいけるの？いっぱい一発目あれだったら抜ける。え、なんで？あ、そのままえ？あれ？あれ？一発目逃げたから。分かった。あ？ない。分かった。なんで生きてるか分かった。なんで？どっか排水線が出てるから。排水線のところはアースがついてる。そう。車体側のアースとこういう風になってて、でこいつはこうやってピヨンと間から V 字で出てるだけ。だからもうこれ車体のアース、あ、車体アースが取れてるから電気つくんだ。あ、はいはい。穴、穴。
穴あってない。ちょい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 上。全然大丈夫。オッケーね。よしオッケー。ただとりあえず仮で黒なので止めるか。オッケー。
いいだろ、手がかっこいい。これガラス、これガラスだ。あ、ガラスだ。あ、そういうことか。はいはいはい。あ、神社だ。これだってもっと下しても、要はガラスが映る。ガラスが映る。